はい、どうもこんにちは、ショコラです。今日はですね、ちょっとだけこうこの動画撮るに至るまでの経緯がちょっとあるので、ちょっと先にそこを説明しようかなと思います。ただ残念ながらですね、この経緯を説明して、おそらくその経緯を一番、理解していただきたい人におそらく一番伝わらなくて、あまり関係ない人たちに説明の絵の説明になっちゃうっていうのはもう本当に惜しむらくはというところなんですけれども、ですね、っていうのはですね、何度かもう過去に、もうそれこそ本当にレザージャケット大好きなので、過去にレザージャケットの動画ももういくつも結構上げてるんですけれども、特にこのルイスとかのこのブラックの、特にそしてダブルレザー、まあダブルに限らないか、まあブラックのいわゆるまあこのレザージャケットですね、茶色というよりかはブラック、まあもっと言うとライダースかな、ライダースジャケットってことなのかな、ライダースジャケットを、レザーライダースジャケットの動画を上げるとですねいつからかですね、海外の方、まあ、おそらく海外に在住されてるとは思うんですけれども、海外の方がですね、決まってですね、英語で、もう特定の方なんですけどが英語で、白いシャツを着ろ、そして、デニムにインしろ、そしてレザージャケットを着ろみたいなですね、コメントがですね、もう毎回つくんですね。で、最初、あれなんですよ、その英語でコメント入ってたんで、もうすげえなと、もう日本だけじゃなくてワールドワイドなんかにと思ってですね、まさか海外の方見てるなんてと、まあ、ただ最近結構タイとか、そのちょっとヴィンテージが結構なんですかね、日本もそうでしたけど、そのタイとか、でも結構すごくこうヴィンテージのマニアの人が増えているので、まあ、そこら辺の人が検索したら、こう日本のこうヴィンテージのワードが入ってるものが引っかかってくる、 501WX とかね、そこら辺が引っかかってくるんで、タイとかね、他の国の人もまあ何パーセントかもちろん見てるのを見してたんですけど、コメントまで残してくるのは本当その方だけで、で大体いつも こっちのマークなんですよね、グッドじゃなくて、このなんか地獄に落ちるマークっていうんですか、こっちのこのバッドマークっていうんですか、もう友達に聞きましたもん、英語できる友達に、これいい意味あるっつって、こっちはいい意味わかるけど、もしかしたらこっちにもいい意味あるのかなと思って、いい意味あるって言ったら、ないって言われてたんですよ。もうこれはもうこれでしかないよって言われたんで、あ、じゃあ本当にそういう意味で使ってるのかな、まあなんですか、そこまで本気かどうかわかんないですよ。ただもう本当に何ですか、とにかく見た瞬間もうこれが並んでるんで、うわーと思って、なんかすごいすげえ変なことを英語で言われてんのかなと思ってですね、翻訳してみたら、まあまあつまりその彼の言いたいことで言うと、もうリーバイスのデニムを履いて、で白いシャツを着て、それをとにかくインしてほしいと、とにかくインした状態でレーザージャケットを着た、動画を見せてくれと毎回本当に毎回書かれるんですよ。それがですね、途中からちょっと面白くなってきてですね、まあもちろん最初から結構笑っちゃったんですけど、でいつも毎回毎回ですね、 Google 翻訳でですね、分かったと、もうまあとにかく見てくれてありがとう、コメントもとにかくありがとうと、まあじゃあ、ネクストタイムだねと、まあ、次の機会があったらそのスタイルやってみるよって、言ってたんですよね。でまあ 1,2 回ぐらいであれば、それで特にこうコメントもなくなれば、まあこっちも忘れちゃってたんですけど、本当にもうなんか毎度最初、俺もその人のためだけにそんなコーデするのもあれなんで、基本的にはまあ自分がしたいこうこれに合わせたコーデをやるじゃないですか。ただ当然シャツインなんてそうそう出てこないわけですよ。ベストの回ぐらいですよね、シャツインしようかなと思ったの。それ以外でこうインするやつはもう基本出てこないんですけど、そうするとですね、必ずそのレザーの動画のところにはその人が必ず来てですね、なんていうんですかね、全く同じですね、もう全く、とにかくシャツをデニムにインしてくれと、そしてこれを着てくれっていう、そしてこのマークとかですね、あと顔のニコちゃんマークみたいなやつと、なんかもう何ていうんですか、もうバッドな顔した方のですね、決してこう笑顔を見せてくれない
ニコちゃんマークみたいなやつがですねブーみたいな感じで並ぶわけですよ。まあ、もちろんね全然そこまでそのシリアスには捉えてなくて、むしろもうなんかこれが毎回面白いコミュニケーションだなとは思ってるんですけど、ただですね あまりにも切実にですね毎回そのコメントをくれるので、で毎回ネクスタイムネクスタイム言ってて、今日もですねコメントにそれを返信したんですけど、もう今日それで今日ですねもうなんかいつもまた今度言ってるけど、俺ちゃんとそれ用に撮らなきゃ、普通のコーデでそんなの紹介しないんで、絶対にシャツイン、デニムにシャツインして着るスタイルはおそらくやんない、今後もやんないと思うんで、そう考えるとですね改めてちゃんとその機会を設けない限りないじゃんと思って、そんな機会じゃあもうやろうと思ってですね用意しました。で今リーバイスまだこれは履いてないんですけど、ちょうどリーバイスに今入ってきて、それに、まあ、こっちの白シャツを着てインして、で、ルイスを着ようかなと思います。はい、オーダー通りのオーダー通りの格好をしましたが、ちょっと笑っちゃいました。鏡を見ながらちょっと笑ってしまいましたね。はい、まあなんだろうな所感を言うとですね、まあ個人的には、まあ、絶対しないなっていうスタイルですね。個人的には絶対しないスタイルですけど、どこかで見たことのあるコーデだなという気はしますね。なので何ですか、決してこう奇抜ではないというか、まあ、なんだろうな、何度か こういうスタイルの人を何度か見たことがあるなっていう感じはすごくしますね。まあもちろん無難っちゃ無難ですからね。だって言ったらアイテムで言えばもう普通にドスタンダードな白シャツに、ドスタンダードなデニムに、まあ黒い革ジャンなので、それはまあ組み合わせ的にはもう死ぬほどやられてきたコーデだろうなとも思いますしね。まあ、その上でやっぱこうインをするってなると、もうあとこれに本当細めの黒いサングラスとかをしたら、本当結構なんていうんですか、80、90年代のニュアンスが出る、だいぶ出るなっていう感じがしますね。だから何て言ったらいいんだろうな、まあだから本当オールド感がすごく出る感じはしますね。はい、なのでというか、まあ絶対個人的にはしないですね。もう本当にもっと細身で、本当さっきも言いましたけど、結構スタイルがいい人だったらすごくいい気はしますけどね。もうちょっとハイウエストにしてもいいんだろうし、もう俺の場合は本当基本的に細身あんま気履かないし、インもほぼほぼしないですし、するとしたらベストを挟むで、ここは結局見えない、あんまり関係ないようにしちゃう、た上でのジャケットスタイルならありですけど、あんまりこうがっつり入れた状態ので上からジャケット着るっていうことがほぼない。もういや、これもし仮にやるんだったらもう閉めちゃいますからね。もうどうせ見えないんでっていう、もうこれだったらもうほんと入れてようが入れてまいがみたいなところなので、あんまり見ないですけど、ただ別に否定はしないですね。もちろんいろんなコーデがあるし、いろんな方がいるし、いろんなスタイルが好きな方がいるので、否定だけは絶対したくないので、もうこのスタイルが好きな方ももちろんいますし、何ですか、その方がやったら似合ってるっていうのももちろんあると思います。あくまで俺が言ってるのは、俺がするスタイルでは俺は似合わないだろうと思うし、俺は特に好きなコーデではないってことですね。なんで別にこれと、いや俺全く同じコーデ全然してんだけどみたいな、むしろ俺にとって王道だよという方ももちろんいらっしゃると思いますし、その方は多分昔からやられてるんであれば全然似合ってるだろうし、少なくともこう周りも見られてるし、全然このコーデ自体がありなしかっていう話とはもう全く別の話ですね。個人的にはまあ選ばないコーデだなっていう、で個人的にも似合ってないなっていうのはもう分かってる感じはすごくするのでっていう感じですね。はい、でせっかくなので、ルイスもう一着あるのでそっちも着てみます。ドミネーターですね。ドミネーターの、白シャツインの、まあ、デニムですね。ちなみにデニム501の WX で、まあ上が黒なんで極力まあ色濃い方が合わせやすいかなと思って、まあ持ってる中でも2番目かなぐらいに濃いやつにしてます。はい、もう1本はねもうちょっとさらに細くなるんで、細くなるというか手窓入ってるんで、まあまあこのぐらいの方がいいかなと思って一応これにしてます。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じです。はい、こんな感じです。これに、
あとね、彼その彼がなんかね、バックスタイルがなんちゃらかんちゃらみたいなことも書かれてたんで、多分この背中の背面のバックスタイルもなんか映してほしかったみたいなことをなんか前に言った気がするんで、一応今背面も撮っといたので、はい、バックスタイルも見てみてください。まあシャツインしてくれって言ってるぐらいなんで、締めちゃったらあんま意味がないと思うんですけど、ただまあ逆にとこうスッキリしている状態ももしかしたら見たいっていうのかもしれないんで、一応そこも撮っておきますね。要は何もこうインナーが出てない状態の、シンプルなデザートデニムしか見えてないこの状態っていうのですね。はい、です。こんな感じですね。はい、というか彼が見て、よかったよ、これが見たかったんよっていうね、コメントがつけばもうそれで、良いかなと思います。はい、というわけでね、今日はですね、ものすごく個人的なというか、まあ、一風変わった、動画でした。リクエストの動画というかあれでございました。はい、もしなんかこういう動画撮ってほしいみたいなのがあったら、ぜひコメント欄に、ください。もちろんやるやらないはもう全く別の話です。俺がもう個人的にもう俺の好き勝手に取捨選択しますけど、なんていうんですか、きっかけとしてね、何かもしあればぜひぜひ気兼ねなく言ってください。あとあのお店に行ってくださいとか、あのお店行ったことないんですけどちょっと取材してみてくださいとかね、どっかの街でおしゃれさん見つけてみてくださいとか、なんかそういうのがあればぜひぜひリクエストください。ロケでも服でも実験でも、今俺がやってる系の系列でもあれば、もうそれ以外でもね、こういうのどうでしょうみたいなのがあればぜひぜひ、コメントください。というわけで、今日はその英語でコメントくれる彼への動画でございました。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひいいコメントお待ちしてます。ありがとうございました。またね。いや、グッバイ。今日もご視聴ありがとうございました。ちょっとでもいいなと思ったら高評価ボタンぜひよろしくお願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。これに、ね、関連動画出てますし、ここにチャンネル登録のボタンありますので、ここをぜひ押してください。明日もね、好きな服着て楽しくやりましょう。またね。